はい、炭酸水動画始めます。はい、今回は、ウィルキンソンの新しい、機能性、表示食品、ウィルキンソンのエクストラというやつですね。脂肪の吸収を抑える、難消化性デキストリンの働き。原材料が、水と食物繊維、過去難消化性デキストリン。そして容量が 490ml。ちょっと10少ないんだけど。ね。脂肪の吸収を抑える。らしいです。ね。これ、まあこれを飲むことによってね。まあ別に炭酸水だから別にどうでもいいんだけどさ、これ。まあ炭酸水をよく飲む方とかで、飲む人、にはいいんじゃないでしょう。じゃあ乾杯。なんかちょっと酸っぱい。なんかちょっと酸っぱい気はするけど、磨き抜かれた水による、爽快でクリアな味わいと脂肪の吸収を抑える効果を合わせ持った刺激強めな炭酸水です。値段は1本100円。まあ変わんないですね。基本的にはそんなに変わってることでもない。まあ俺もね、なんだっけ、中性脂肪の値が300だったんで、ちょっとやばいんで、まあこういうものをね、まあ誰かは欲しがるんじゃない？こういう。うん。でも特になんか酸っぱいような風味があるけど、ちょっとわかんないですね。うん。特にそんなに、まあ、ウィルキンソンの炭酸ってこういう炭酸だよね。こういうなんか特に、うん。まあ、どうなんだろうな。まあ、いつもハイボールとか飲む人にはいいんじゃない？これでハイボール作って、あれじゃない？ねえ、良くなるんじゃない？ちょっと脂肪の吸収を抑える。難消化性デキストリン、食物繊維としてには、食事から吸収した、脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、食後の血中中性脂肪の上昇を穏やかにすることが報告されています。と書いてあります。どうなんだろうな。それが果たして本当なのかって。本当なのかっていうのはようわからない。まあちょっと酸味が強いような気はするんだけどね。まあ炭酸水だからちょっと酸味があるのかもわからないし。ああ。でも、まあ、無機質な味わいだよね。ウィルキンソンの炭酸って基本的に割と無機質な味わいなやつだよね。うん、まあ、これは、
別に普通にいいんじゃない？3、3つ星。ご視聴ありがとうございました。